はい、レベル1100、忍者 650HPSXSE プラス検討したいと思います。フォアニューコービー、明日から奪い合いやな。初回予約12日やった。おはようございます、ぐっちです。おはようございます、滝之助です。大型二輪教習所3日目の朝です。はい、2日乗りました。2日乗った、まあ、3時間乗ったんかな今のところ。そうだね、3時間乗ってどうですか。そうですね、なんか最初思ってたより、うん、全然乗れました。そりゃそうやろそりゃそうやろ。なんかめっちゃ違うんかなと思って、重いんかなとかめっちゃ怖かったんですけど、なんかひょいってなんか横から見てる分にはひょいには見えへんけどな、乗るときとおびえるしなんかひいくらひいくら言ってるから。それはそうなんやけど、あ、引き起こしとか最初やったけど、ひょいってあげれたよ。ひょいってあげれたね。それなんかひょいってあげれた。あの、なんでかな、教習所写真とかで撮ったらあかんからあの録画できてないけどあのひょいってあげれてた。びっくりした、あれ。だって前さ、中型のやつ、うん、全然上げれなくてさ、うん、初回の時に、うん、その時間できずみたいな感じ、うん、ひょいってあ、でもやっぱ変な癖はついてるみたいで、ほら、うん、言うとるやん。あ、うん、クラッチに手を切ったとかさ、うん、なんかなんだ、ギア変えるタイミングとかがちょっとダメに。いや、まだ半年、まあ、1年経ってないですよね。まだ初心者マーク貼ってない。初心者マーク貼ってんのに癖がついてんのどういうことな、なんでそんなベテランライダーみたいなこと言うの。おかしくない。もうなんとかなんとかいけそうな感じです。あ、お前さ、今度はストレートでいけますか。あとはこう気持ちのプレッシャーとの戦い。どういうことや、どういうことや。なんか先生が横について走ってるとさ、うん、なんかすごいあわわあわわしてさ、うん、焦ってなんか変なことしたりしてたからさ、うん、なんか検定の時やらかしそうだなと思って。お前素人か。お前素人か、ほんま。あ、精神統一の修行だけしとこうどういうことやね、ほんま。心を無にするみたいな。あ、ほいであれや。どれや。ハーレーも乗ったよ。ハーレー乗った。あ、乗ってたな。ハーレー乗ってた。ハーレーちっちゃかった。ちっちゃかった？思ってたハーレー全然違った。ちっちゃって。あ、でもなんかめっちゃ扱いが手でグイグイやんないといけなくて疲れちゃった。これと変わらへんよ、ほね。お、レベルはやっぱりスイスイいくよ。これ軽いからな。うん。タンク細いし。レベル250はな。レベル250はな。軽いで。そうやな。うん。むむ。むむ。よいしょ。で、今日は何の教習？今日はね、うん、オートマ教習があってね。うん、で、次が一段階見極めじゃないかな。おう。これと落ちるから浮かべ決まるんや。オートマ教習ってのはむずいね。あの大型の本当オートマな、もうあれを試験受かるやつほんま尊敬するわ。でかいもんね。絶対オートマよりミッションの方が免許取りやすい。あんな一本橋とかスピード調整できへんもん。そうやね、ミングリップできへんってこんなにしんどいんやと思うもん。そっかそっか、2フリップ。あと秒数同じやからな、ミッションと。あ、そうなんや。そうそうそう、中型のオートマぐらいならいけそうな気がする。大型のな、ま、オートマはなほんま無理やと思う。ほんま、あれはまあとりあえず今日オートマと1段階見極めということで、まあ1段階はさすがになスムーズにいくでしょうかな。うん、まあ、2段階もな、シミュレーターだけかな、時間食いそうなのは。あー、そっか、予約はね。今日も自動車学校頑張っていきましょう。行きましょう。行くよ。
はい、沖之助の自動車学校でした。はい、どうでしたか。はい、なんかね、オートマは、うん、なんか中型の時と一緒だった気がする。そんな大きくなかったから、うん、大丈夫やって、うん、見極めはね、うん、OK だったんやけど、うん、なんかやらかすポイントがいっぱいあって、うん、どうしようって感じ。そうか、うん、頑張れ。うん、まあ、前に比べればなんかこうポジションが良くなったよね。なんかペアピーンってこうクイーンとなってもね、こうちょっとひじが緩やかやった。うん、ピーンでしたもんね。なんかまあピーン、キーンとした感じだ。あいつ絶対バイクに持ってかれてるよ、体みたいな。まあ、とりあえずこれで一段階は終了です。無事に難解に突入できましたと。まあ、問題のね、シミュレーターあの予約がね、まあ、戦いやったんやけど、あのちゃんと予約入れておきました。あの、はい、最速で予約入れたので、何もなく進めや18日が卒業検定です。早っ。あれ、この1000分の段階で終わりやるんで。うん、しとる。一発やで。アウトって言われる。まあ、とりあえず頑張って18日に卒業を受けれるようにしましょう。はい、それでは本日の動画はここまでとさせていただきます。はい、チャンネル登録、高評価、あきのすけの応援お待ちしております。お待ちしております。それではご安全に。ご安全に。